これを見てください。今のびちゃんとしずかちゃんが私のお腹の上に2匹乗ってます。こんなことはですね、初めてです。重たいです。2匹が乗るとさすがに8キロぐらいはあるんで、重たいですね。この2匹を飼い始めて3年半経ちましたけど、同時に2匹がですね、私のこのお腹の上に乗ったのは初めてですね。すごいな。これしずかちゃん、これのびちゃん、これ2匹ちゃんと映ってるかな。のびちゃん、しずかちゃん、重たいね。さすがに2匹乗っかっちゃうと。うん、お父さんのお腹の上に乗っかってくれて嬉しいんだけど、重たいっす。しずかちゃん、どうしたこんな手伸ばして。うん、見てください。まだこの2匹は私のお腹の上でくつろいでますけど、しずかちゃんがのび太くんのほっぺたを舐めてきれいにしてるけど、のび太くんはあんまり嬉しそうじゃないですね。しずかちゃんは舐めるの好きだからね。しずかちゃん、あんまりペロペロしちゃうとのび太くんが怒り出すよね。今そらくんとお母さんはですね、車でリサイクルセンターにですね買い物に行ってますね。なかなか帰ってこないです。夕方で今混んでるのかもしれないですね。そらくんはなんかスピーカーが欲しいんだとか言って、スピーカーを見に行くとか言ってましたけど、いいのがあったのか。もうのびちゃん舐めるのやめたの？うん？私の指を舐めてくれましたけど、のびちゃん、しずかちゃん、しずかちゃん、自分を舐めてるの？のびちゃん、帰ってきたのかな？そらくんとお母さん帰ってきたのかな？この2匹見てください。反応してますよ。あ、帰ってきた。帰ってきた、来たよ、みーちゃんたち。ほら、お迎えに行こう。来た。